今回は蒙古タンメン VS ウルンルー要塞バトルやっていこうと思います。ちょっと何言ってるか分かんないと思います。何言ってるか分かんないと思うんですけど、これです。はい、これがウルンルーです。何これ、誰が考えたのこの企画。企画は風花さんです。悪くないです。超ハイクオリティなウルンルーと、あと蒙古タンメン、蒙古タンメン VS ウルンルーで、ルールなんですけど、ルールはこちらに記載されてます。勝利条件、赤側、つまり蒙古タンメン側は残り時間まで蒙古タンメンを守りきること。蒙古タンメンとはこれらしいです。このですね、この樹皮ブロック、白樺の木、これが蒙古タンメンですね。はい、これを守りきるっていうのが、目標です。青側、ウルンルー側は蒙古タンメン残量のスコアをゼロにすることが目標。スコアはマップ中心にあるこれですね。蒙古タンメン残量88って書いてます。これをゼロにすること。蒙古タンメンの面、かっこ樹皮を剥いだ、白樺の木を破壊することで減ります。死亡者は5秒ほどスペクテーターになってから復活。青側は斧、剣、盾、ステーキ。で、斧は、壊す用だね。剣で殴ると。あと、ブレイズロット、非属性のブレイズロットと。蒙古タンメンの攻撃力ゼロだろう。ブレイズロットってこれ大丈夫なの？これ死ぬのこれ。大丈夫？なんか殺せるこれちゃんと。弱いかもしれん。は？大丈夫なのか？弱い。燃えるだけ。強化してください。ちょっとだけ。お願いします。ウルンルーの剣にブランケットって名前つけてくんない？ブランケットって名前。ウルンルーちゃんのマンコタンメン、じゅ。はい。まあ、やりますか。くんさん、名前とかコマンドブロックじゃなくて、ファイルの中で管理してるんで、ブランケットにはできないです。すいません。だって、ウルンルー。で、ブランケットの元ネタは、ウルンルーが職場の上司からよくブランケットで殴られるから、ブランケットにしてみては、と僕は提案しました。最近は殴られるんでしょうか。いや、大丈夫です。そのまま行きましょう。蒙古タンメンリーダーって誰なのこれ。リーダーはないです。いや、心の支柱みたいな。心のリーダー。僕、はい。コータンがリーダーらしいです。すごい。すごいね。はい。それでは始めましょうか。やってみないとわかんないですね。おーおお。え？もう開始これ。あ、もう開始か。どうしよう。俺、こっち側から行こうか。お前を食べちゃうからな、蒙古タンメン。いや、下さんは蒙古タンメン側だろ。お、いいな、これ。え、なんか蒙古タンメン強くない？え、めっちゃ強い蒙古タンメン。殺せ殺せ、蹂躙しろ。ロットだからノンタイムで殴れる。よし、いいぞいいぞいいぞ。よしよし、やったやったやった。なんかもうこれやばいだろこれ。あ、追い返すか。完全に殺すよりも追い返した方がいいな。ちょっと俺も前線出よう。蒙古タンメン軍として。あ、ウルンルーいる。ウルンルー殺す。待て待て待て、おい、敵将いたぞ。囲め囲め MF。 よし、これさ、蒙古タンメン強くない？でも、残量13って書いてない？蒙古タンメン。ちょっと待って、蒙古タンメンの残量少なくね？マジ？裏側か、回って削った。あ、まずいまずい、負ける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 。やばいやばいやばい。そんな削られてたの？前の方遅う。後ろガラ空きだった。マジ？あ、これ無理だぞ。正面からでも無理やり突っ込めば1デスで2個ぐらい削れる。で、ちょっと赤側作戦考えよう。いや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 、ちょっと考えよう。ちょっとあんまり出ないようにしよう。蒙古タンメンの中にいよう、全員。削るのどれ？樹皮を剥いた白樺。もう一回行こう、もう一回行こう。スタートスタート。やろうぜ。蒙古タンメンがちょっと勝とう。傾向と対策。頑張って勝つぞ。前行くの意味ないかもしんないから、走って殴ると吹っ飛ばせるから止めやすいかも。中に入ってるやつがやばい。ちょっと待って。ちょっと待って、やばい。いきなり？なんだこいつ、強えぞ。なんか、せいや突撃してきた。蒙古タンメンの残量もう39になってる。初動ゲー。なんか、中維持しよう、中維持しよう、中維持しよう。ここでもうじっとしてるとかじゃないの、もう。
ここで殴るしかない。いやもうこれだよな。でも最適は、え、命かけて削ってくるやつやばすぎる。やめだ、蒙古タンメンむずすぎるぞこれ。命かけられちゃう、これ命かけて食いに来てるこいつら、止めらんねえ。せめて弓欲しくね。あと盾いらないんじゃねこれ。青側盾で無理やり突破できるしろ。なんか盾で無理やり突破できるから、なんか蒙古タンメン側がなんか弱くなってる気がする。しかもさ、500、600だから10分間守るんでしょ。青側盾なし、赤弓ありぐらいじゃない。弓矢ありとかじゃない。矢128本プラスとかじゃない多分。シンプルに初動差がないと半分以上持ってかれる。確かに初動でいきなり削られてたもんな。相当きついぞ。蒙古タンメンルーズじゃん。あ、負けた。なんかさ、あっちの方が陣地近くない？しかも。それはお客様ですし。調整します。あと、スタートずらすとかじゃない？もうちょっと。もうちょっと前。500秒とか無理やろ。盾没収じゃない？盾没収、弓矢付与。ワンパンはバカだから、ワンパンはやめた方がいいと思う。盾没収、弓矢付与でいいんじゃない？こちらは濃厚豚骨だと。いや、そのコピペ貼るな。で、アイテムリセットもね。まあ、ノックバックあってもいいかも。あ、矢はちゃんと128音ある。OK。じゃあ、それでいこう。それでダメだったら、もう蒙古タンメンに勝ち目はありません。お客様の勝利です。アイテムリセット頼む。行くぞ。行くぞ、蒙古タンメン軍。弓よりも、まず、ブレイズロットで殴った方がいいと思う。多分。やばい。いらっしゃいませー。いや、結構前線形成できるよ、多分これ。いいぞ。来させるな、来させるな。これなんか、あれだな。結構やばいな。一発与えとくか。あの後ろのなんかそこまで追わなくていいと思うよ。追いかける必要はあんまないと思う。あ、マジか、今いけたと思ったけど、ロットと矢ではめられる。いやでもそうでもしないと勝てない。そうでもしないと10分は持てない、持たない。多分はめろ。おい、一人入ったぞ。大丈夫か。これでぶん殴った方がいいな。やばい。無限に撃てるんだけど、ここ。入ってきてる。やば。なんか、すげえ戦いになってる。やばい、蒙古タンメンむずい、これ。お客様の大勝利になっちゃう。ちょ、前薄い、ちょっと。前薄い。ちょっと、無理臭いぞ。前もうちょい行った方がいいかも。ゴーゴーされてる。でも、後ろももう3人ぐらいしかいないんだな。ずっとこれでいいわ。これゾンビ硬直型では、これ。これまさかこれゾンビ硬直型じゃない？これ。そう言われてみれば。これゾンビ硬直型っていう甲状腺のスタイルじゃない？これ。
悪名高き甲状腺スタイルの一つ、ゾンビアタック式甲状腺。片方は死に続けるみたいな。まずい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 。やべ、もう33か。やばい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 。あは死ぬ方がまずいな、これ。これ、あと何分？あと4分も耐えんの、これ。あと4分で、あ、でもギリギリだな、これ。まずい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 。何言ってるか分かんない。ジャストロー、お前、蒙古タンメンガウダー戦え、お前、考察いいから、今さら。戦闘中に。やばいな。あとちょい、頑張ろう。いけるぞ。いった。ハイキング死ぬ瞬間に抜けてる。いや、そういう男だよ、あいつは。あいつはそういう男です。やば、弓なくな、もういいや。この殴りに行くしかない。お客様お待ちください。なんだかんだいい戦いになってんな。いや、もう千役引きつけるだけでもうアドでしょ、これ。千役にダメージを負わすだけでアドもう。あー、まずいな。多分もうアタック来るぞ。ラストアタック。やばい、ラストアタック来てる。あ、マジか。あと80秒。これ無理だ、これ。ギリギリ惜しかった。なんだかんだ接戦になったね。ウルンルー食いしん坊だな。営業時間短縮しましょう。コロナ鍋だし。まあ、確かに。コロナ鍋だしな。コロナ鍋だよ。コロナ渦コロナ鍋だよ。そう。またのお越しをお待ちしております。